ょ。いいですか。アメさんも決めました。そしたら結局中に入れた後ちょっと重かったですよ。中身とほらこれがあるからちょっと難しいけど、せーの、アメさん、なんか変わってきました。どうなんでしょう、淡い淡い色になってきましたね。湧き締めていけるということで、今回ね、ちょっとよく風に当てましょう、パタパタパタ、吐いてるのはこうアルカリなので、これもアルカリ水にぬるぬるします。これ、でこれをね、ちょっと水の中に置いておきます。ちょっと変わってきた。あ、白に戻ってきたんですか。白に戻ってきた。あれ、白に戻ってきた。ちょっと変わってきてない。あれ、あれ、なんか、あ、ピンクになってきた。ちょっとなってきた。入ってきたかも。入ってきたかもしれない、うん、ちょっと絞って見てみましょうか。もうちょっと分かりやすいように出しましょう。難しいです。これは取る時とか時期とか、梅が入らんのは好きかもしれない、うん、あ、どんどんピンクになってきました。あ、いいな、いいな、いいな、なんでやピンク、あ、なんでやピンク、うっすらほら、赤くなってきた、赤くなってきた、なんでやピンク。これが梅のそのほのかな香りというふうに表現してもいいし、春の雰囲気っていうふうに思ってもらえたら、本当に梅のようなほのかになってきましたよ。あ、ピンク、あ、ちょっと赤い、赤くなってますね、うん、じゃあいきます、せーの、シュー、はい、でその中で広げたり縮めたり、まあ、この生地がキムチ園ちゃうかという動きをしてあげてください。なんか言ってくれるわけじゃないんですよ、はい、よう染まってんで言ってくださいめっちゃいいんですけどなかなかそうじゃない。結構空気を含んで中に入ってちょっと気泡が感じで、広げてちょっと空気当てましょうか。パタ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 、こっちの方がボリューム感があるものですね。あ、いいですね、はいはいはい、あれにサビ釘つけといたらこうなるんですよ。せーの、おー、色が変わった。あ、変わった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 。じゃあ仕事見ましょうか。はい、仕事見ましょう。カシミグレーはね、透明感があってね、うちでも結構重宝してる植物です。ちょっと広げてみましょうか。はい。あ、綺麗綺麗綺麗。あ、でも綺麗ですね。いい、はい。どうした方が良さそう。染料に全然違う。ほら。全然艶がこれはこれで入ってる感じしますね、うん、生地も違いがあるから、これも鉄が入ってるんですか。はい、この中に少し鉄入れて成功だよね。赤がちょっと見えない。じゃあちょっと入れましょう、入れましょう。入れたらちょっと赤くなる、見えますかね、はい。うっすらとそういう雰囲気だけしか持ってないかもしれない。
ラジオ。ほとんど色持ってかれてるから。きれい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 。はい。いい感じ。色を染めるとすごくいい。なんかいいですね。うん。あ、すいません。そうです。